はいどうもキカです。前回はこちらの冬子と朝日がユニットを組んだんですが、まあこう目指すものが違ってるのか噛み合わない噛み合わない、果たしてこの先ストレーライトどうなってしまうのかってところで、今回はまた新しいキャラがこのユニットに訪れますってな感じでやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。この前は、この間はイベントお疲れ様、先方からの評判も良かったぞ。個人としてもユニットとしても名前を覚えてもらうためにはああいう積み重ねが大切だろう。頑張ってくれて助かったよ。そうなんすね、楽しかったしまたやってもいいっす。冬子元気出たかな。冬もそう思います。あ、冬子ちょっと悩んでる。いやこれでもね、この悩んでるところをきちっとね出せる、この声優さんありがとう、この演技ありがとう。もうすぐ2人も本格的指導になるから下準備も丁寧にしておくように越したことはない。え、本格指導って。ああ、最後のメンバーが近いうちに合流するよ。あ、もう1人追加すか。もう1人来ます、はい、そうだぞ。朝日と冬子と新しく入ってくるこの3人でトップアイドルを目指してほしいんだ。もう1人。冬子さん、今度こそバッチリの顔見つけてきましたよ。プロデューサーさん、新しい子ってどんな子なんすか。それは会ってからのお楽しみってやつだ。でもきっと話してて面白いと思うぞ。楽しみっす楽しみっす。合流っていつになるんすか。歓迎パーティーとかやるすか、それともいきなり一緒のレッスンすか。教えてほしいっすプロデューサーさん。朝日はなかなか積極的に。分かった分かった、当日のことは後で詳細を教えるから一旦落ち着いてくれ。朝日、話はまだ終わってないぞ。朝日ちゃん、プロデューサーさんが困ってるから。うん、分かったっす。ごん、では改めて3人揃ったらユニットが本格始動するというのはさっき言った通りだ。そしたら今度はセンターを決める必要がある。センター。冬子はやっぱりねセンターなりたいっすよね。センターで朝日はそんなに興味がなさそうっすね。でなんすか。センターくらいわかるだろう。そうだな、簡単に言えばステージの真ん中に立つ人のことだ。ほんと簡単に言ったな。でもただ立ち位置の話ってだけじゃなくて、ユニットにとってとっても大事な役割を持つんだよ。そう、それがセンターです。そのユニットの顔として扱われるし、ステージではメンバーを引っ張っていく必要もあるし。さあ、ストレーライトは誰がセンターになるんですかね。そういう風にユニットの軸になる人のことを言うの。朝日の興味のなさ。3人になったらそれを決めるんすね。ああ、揃って活動した時のバランスを見て決めたいと思っている。誰が選ばれるかはわからないけど、選んでもらえるようにレッスンもお仕事も一緒に頑張ろうね、朝日ちゃん。うん。朝日のこの了解っす。じゃあ私レッスンの時間まで外に行ってくるっす。冬子ちゃんまた後ですよ。朝日さん、朝日さんいつも言いますけど、なんかちょっと爆弾を置いて僕らを二人にしないでほしい。あ、ちょっと朝日ちゃん、車とかには気をつけてね。いやでもちゃんとそういうところ言う冬子さん大好きです。やっと言った。冬子さん、あ、出てきましたね。あ、こんにちは。お久しぶりです。なあ、冬子。なあに？あいつの相手で疲れてるから、手短にしてよね。どうして朝日に対して作ったキャラで接しているんだ？はあ？あんたバカなの？なんで冬があんな奴に素を見せなきゃなんないのよ。なんでって、それは同じユニットの仲間だからだろ。やめてってば。冬、あの子と仲良しこよしするつもりなんかないんだから。どんなユニットになるんですかね本当。っていうかねプロデューサー、あ、やばい、勘違いしてたら困るから言うけど、いつもの冬が冬なんだから。あ、作ったキャラとか言ってくれちゃってたけど、プロデューサーがそう思ってる方が正しい冬なの。
あんたには成り行きでバレちゃったけど、それは冬の失態。失態って。失態よ。こんな冬なんて見せたくなかったし、見せるつもりもなかった。もうこういう野暮な話、振ってこないで。なかなかっすよね。こう、いやーもうね、たまらない。たまらない。もうシャニマスたまらんすわ。センターになるのは、冬なんだから。さあ、誰がセンターになるんですかね、ほんと、このユニット。誰にも渡す気なんかないっつの。いや、ゾクゾクするわ。さあ、そろそろ、お、来るかな ?3 人目のメンバー、ドッグ&キャッツ。うん、来ました。ついに、ついに、うち、見た目おかしくないよね。髪は、大丈夫ない？この辺やっぱ巻きが足りないかな。いや、十分巻いてると思いますけど。いや、ちゃんと家出る前に完璧にしたし、いけるっしょ。いや、この、頼もうときたか。さあ、どんなね、感じになるか。お人形さんみたいじゃん。超かわいい。うち、泉メイ、よろしくね、お人形さん。お人形さん？うん。あれ、ふいこさん、ふいこさん。ありがとう、メイちゃん。メイちゃんも健康的で素敵だと思うな。ちゃんとね、ちゃんと。あと、冬は、まゆずみふゆこって言って。ふゆこちゃんか。よろしく。ふゆ、ね、ふゆって呼んでほしいな。てか、そっちの子も超綺麗じゃん。やばい、冬子のイライラゲージがやばい気がする。すごい勢いっすね。ありがとうっす。いや、どんなユニットですかね、本当。あ、マジか、レベルが違いすぎるじゃん。マジ感動だわ。どこに感動するところがあったかわかんないけど、うちはメイって言って。聞いてたっすよ、メイちゃん。私はアサヒっす。セリザはアサヒ。メイちゃん、髪がいろんな色なんすね。すごいっす、綺麗っす。マジ？本当？今日のために染め直したんだよね。この二人はなんかちょっと共感し合える部分があるんですかね。褒めてもらえんの超嬉しい。じゃあもっと褒めるっす、メイちゃんは。二人とも。さあ、冬子またね、お腹が痛くなる日々が始まるのかな、本当。プロデューサーさんが話したそうにしてるかも。 ありがとうございます。ありがとう、冬子。盛り上がってるところごめんな。でもそろそろ仕事の話をさせてくれ。ごめんなさいっす。うちもごめん。プロデューサー、テンション上げすぎちった。全然いいっすよ。謝らなくていい。仲良くなることはいいことだ。それじゃあ改めて、これでこのユニットのメンバーが全員揃ったことになる。まずはこれから一緒にやっていく仲間に挨拶だ。みんな、よろしく頼むぞ。お願いするっす。よろしくお願いします。うちこそマジでよろしくって感じ。どうなるんすかね、この3人のユニット。では次に、早速だけど今後の活動について伝えたい。実はミニライブをやることが決まっているんだ。マジか。お、ショップと連携してのイベントでな。みんな CD もお店で押してもらえることになってる。協力してもいい、協力していいイベントにしような。ストレイライトのみんな。ストレイ？え？ストレイライト、ユニット名だよ。ストレイライト、かっこいいっす。いやー、上がるじゃん、プロデューサー。うち絶対ストレイライトとして頑張ってみせんね。ついにストレイライトが結成しましたね、ほんと。期待してるぞ。って言ったのに、お客さん全然いないんですけど。果たしてどうなるってやつですよね。確認してきた。イベントの日時が間違って告知されていたらしい。マジか、それやばいな。
そこまで確認が回ってなかった。俺のミスだ。いや、すげえミスすんな俺。みんな、申し訳ない。謝るのは後っしょ、プロデューサー。そんなことより、時間までにお客さん集めなきゃ。おー、前向き。うち、外で声かけてくる。メイ。せっかくの二人のステージだもん。いろんな人に見てもらいたいじゃん。ありがとう、メイちゃん。外で声かけるのは賛成。冬も行く。お。でも、二人のステージじゃないよ。メイちゃんだって出るんだから。そうだよね、三人のステージですよね。ちょっと一瞬、と思いましたよ。そうだよ。三人でユニットだよ。プロデューサーさん、冬も出てきます。客引きのこと、ショップ側に話を通しておいてください。あ、わかった。すまん、よろしく頼むぞ。さあ、朝日さんは？朝日さんは呼びかけにあんましあれなんですかね。ミニライブやります。時間ある人寄っていきませんか。いやー、こういうこう草の根運動的な。翼プロダクションだ。ストレイライトと言います。冬たちのステージ見ていってください。いやー、君たち歌手アイドル？デビューしたばかりの新米アイドルなんです。ストレイライトの冬です。かわいいね。この後ミニライブもやるんですけど、会場でお兄さんにまた会えたら、冬とっても嬉しい。いや、こんなこと言われたら行くしかないでしょ。お兄さん、ちょっと見ていこうかな。ありがとうございます。よし、行こう。よく頑張った。応援よろしくお願いしますね、お兄さん。また後で。さすがだな、冬子。冬子ちゃんすっげー。うん、そんなことないの。メイちゃんが頑張ってくれようとしたから、冬もしっかりしなきゃって思っただけで。いや、さすがね。そうやってね、ちゃんとね、周りもあげる冬子だから。すごいのはメイちゃんの方だよ。さっき真っ先に呼びかけに出ようとしてくれた時、すっごくかっこよかったもん。さすがだな、ほんと。そんなん全然そういうんじゃないって。ここがね、周りもね、叱ることもできるし、ちゃんと褒めることもできる。これが冬子のね。本当、二人のステージをちゃんと見てほしいって思っただけだしさ。うちこの見た目だし、一人で声かけててもきっと誰も話聞いてくれなかったんだ。いや、そんなことないよ。メイも可愛いって。冬子ちゃんにはマジ感謝って感じ。マジ感謝よ、マジ感謝。もうメイちゃんってば。朝日ちゃんは？まだまだ声かけ頑張ろうね。お？あれ？なんだろう、あの人だかり。人だかり。あ、うん。行ってみない？あそこの人たちみんな引っ張れたらだいぶ埋まるし。そうだね。なんでしょうね、人だかり。お、あれ。朝日。すごいな。いいぞ、もっとやれ。素敵。あの子、名前なんて言うんだろう。うひゃー、朝日ちゃん、マジか。なんで踊ってるの、あの子。勝手なことして。あ、メイちゃん、冬、プロデューサーさんに連絡を。朝日はあれですかね、ダンスして客寄せしようとしてるってことですかね。フユコ、メイ、プロデューサー、どうしたんだこの騒ぎ。どうもこうもない。またあいつが好き放題やってんのよ。なんであんたがちゃんと手綱引いてないの。プロデューサーでしょ。ごめんなさい。あんなことしてたらイベント中止になるかもしれないのに。まあそうですね、ちょっとね、迷惑とかかけたりするとあれですもんね。ふゆこ、あ、みんながいるっす。あそこにいる黒髪の可愛いお姉さんがふゆこちゃんで、綺麗な髪のお姉さんがめいちゃんっす。ふゆこちゃん、めいちゃん、見えてるっすか。おお、ま、おお、見えてる見えてる。朝日は朝日でね、客をね、よし引っ張ろうと思ってたんですよね。冬子ちゃんとメイちゃんと一緒に
後でステージやるっすよ。今よりもっとすごいダンスも歌もいっぱい用意してるっす。見に来てほしいっす。まあね、朝日は本当天才肌っすからね、本当。まあこう見てる感じですと本当朝日。なんで怒ってるっすか？ただそうなんですよね。そう、迷惑はかけちゃいけないっすよ。さっきの路上パフォーマンスについてはショップ側も好意的に受け取ってくれた。結果的に宣伝になったし、告知ができていなかった件も挽回できそうで助かったとのことだ。やっぱりそうっすよね。よかったっす。それから自分たちのミスのせいでみんなにまで動いてもらって申し訳ないともおっしゃっていた。そんなの全然いいっすよ。私楽しかったし。全然いいわけじゃない。うん、往来でのパフォーマンスは禁止されているところもある。ああそうですよね、はいはい。それに人だかりができることで他のお客さんやその道を通ろうとしている人に迷惑がかかることもある。ああいう場所での勝手に歌ったり踊ったりするのはまずい。ストレイライトとして来てるのはなおさらだ。朝日も嫌な目に遭うかもしれないし、冬子はメイだって困るかもしれない。わかるか？わかったっす。次はプロデューサーさんに言ってからやればいいんすよね。まあ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 、まあ、そうだけど事前に言われたからって必ず許可するってわけじゃ。プロデューサーさんがいるところだったら安心っす。心置きなくやれるっすよ。違うぞ朝日、そういう意味じゃないんだよな。一見落着って感じ。まあでも、うん、さあ、そうだね。さっきはどうしようかと思ったけど。いやどうなんすかねこのユニット本当に。でもまあ朝日ちゃんのおかげで客入りも上々って話だったじゃん。このデコボコユニット。結果オーライならオッケーっしょ。お客さんも来てくれたし、本番も頑張ろうね冬子ちゃん。まあ冬子はまだお腹が痛そうですね本当。あ冬子ちゃん。大丈夫なのかな。かな確かに。どうなるのかなこのユニット本当。始めるっすよ。お、ライブ始まりますよ。これがストレイライト。歓迎してくれてありがとうっす。でもねえみんな、これじゃまだまだだなって思いません？お、やっぱステージに立つと朝日も変わりますね。私は今日来てくれたみんなのこと後悔させないっすよ。かっこええ。パフォーマンスで見せるのが朝日ですから本当。みんながついてこられたらなんすけど。おお言いますね。いいぞ朝日。朝日ちゃんかっこいい、こっち見て。何よこれ。めいちゃん頑張れ。応援ありがとう。届いてる。待て待て、ふゆこの声援は。みんなのために歌うから。ふゆこ。見ていて。あれ、ふゆこの声援は？ふゆこへの。ふゆこ？あ。なんだっていうのよ。どいつもこいつも。いやもう、ふゆこね。もう冬子担当にしてはお腹が痛いけど乗り越えてくれ冬子。メイ、あれプロデューサーじゃん、どうしたの？いや今日のステージの感想が聞きたくてさ。どうだった？あ聞いちゃう？それ聞いちゃう？マジすごかったに決まってるって。今までとは緊張も段違いだったけどさ、でもみんなとやるステージってすげー楽しいんだね。朝日ちゃんも冬子ちゃんも超かっこいいし、あんなもううちがファンになるっつの。でかなったね。名医的には良かったと思うんですかね。マジで半端ない。そうか、俺もいいステージだったと思ったよ。名医だって負けてないくらい輝いてたしな。名医はちょっとあれですね、自己評価が低いっすよね。名医だって頑張ってるもん本当。それマジ？そうだよ。自分じゃよくわかんないし。ユニットはうまくいきそうか？もちっしょ。
朝日ちゃんはたまにびっくりする突っ走り方するけど、そういうのうちには思いつかないから尊敬だし。メイはだからバランサーですよね、本当に。それ冬子ちゃんは、うん、多分心配性なんだろうね。よく頭抱えてっけど面倒見の鬼だから朝日ちゃんのことよく見てるし、マジ強いストッパー。二人とも超すごいよ。いやいや、メイもすごいんだよ。そうか、そうだよな、メイがそう言ってくれてよかったよ。そういうね、そういうことをきちっと分かって、それでうまくバランスを取ってくれているメイがいるから。何プロデューサー、スライトがいるって。顔にやけてる系だけど。にやけてる系、確かにちょっとにやけてる。いやすまん、なんでもない。仲良くできそうか。はあ、もうその質問何。仲良くするってできるできないの問題じゃないから。お、そういうのは自然になってるもんなのね。さすがいいこと言うな、メイ。いいっすね、メイが。本当に今回はこれで終わりたいと思います。メイが加入したことによりついにね、動き出したストレイライト。次回センターが決まります。ちょっとね、いろいろと重い話かもしれないんですけども、本当ね、このコミュ最後はめちゃくちゃしびれるんで、できたら最後までお付き合いしていただければ幸いと思います。僕も頑張ってね、あげれるように編集と撮影頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。